長洲町は、熊本県の北西部に位置する町で、玉名郡に属する。長洲港は、熊本県北部の海の玄関口でもある。近年、公共下水道事業で多額の赤字を計上するなど、厳しい財政運営を強いられており、職員の給与カットなどを進めていた。財政再建の取り組みは、NHK の特集番組でも取り上げられた。そういった取り組みが港を創し 平成26年度をもっている遺跡赤字は解消されている。歴史や文化なども県内では有名であり、最近、県外での知名度も上がりつつある。2018年にはニコニコ町会議が長洲町で開催され、全国的に知られるようになった。熊本県の北西部、熊本市から北西へ約40キロメートル、福岡県福岡市から南へ、 約8 0トルの場所に位置する。町域の西南部は有明海に面している。有明海沿いの地域の一部は江戸時代からの干拓によって造成された土地である。全体的に低平地が多いが、町域東部の内陸部はやや小高い丘陵地となっている。主な産業流す町の主要企業行政癖対数と人口町立町立流す駅なお、 町内を通っていた参考バスの2路線が2020年9月30日、限りで廃止されたため、現在は町内に路線バスが全くない。一般国道主要地報道、一般県道旧石観光スポット祭事祭事は、個人、ありがとうございます。